おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。今回は、もう廃盤となってしまった、ドア開閉通勤電車、もとい、中央線の、中間車が、どのような、仕組みになっているのか、分解、したいと、思います。では行きまーす。まず、下のネジを、外して、上の部分を、取り外します。では、次に、二つのボタンと、ドア部分を、外したいと思います。大まかに、分解できました。では次に、仕組みについて、見ていきたいと思います。ドア部分を逆さにします。バネがあります。これがないと、ドアは閉まりません。なくさないように、注意が必要ですね。また、ボタンを閉める側に、バネがあります。これがないと、ドアを開けたままにすることができません。では、分解して、バネの場所や仕組みも分かったことですし、元に戻します。